はい、では、曽木選手にお話を伺います。いよいよ開幕ですが、今の心境を一言でお願いいたします。まあ、すごい決定戦なんか初めてなんで、とりあえずやってみるだけですね。まあ、ちょっと今回メンツ的にね、村上君以外は、まあ、後輩なんだけど、ちょっと戦略的にはまあ自分が一番分かってんじゃないかなと思うんですけどね、まあ、やるだけやってます。またすいません、それで勘弁してください。はい、では頑張ってください。